寺島直政です太宰治が死縮した豊島義雄は翻訳家として成功を収め小説家としても中間小説から児童文学まで幅広い作品を残しました。 一郎の店豊島義しある港町の港と停車場との間の賑やかな街路に一郎の店はありました店と言っても街路の上の屋台の夜店でその夜店の本の片端なのですそのあたりは船や汽車の旅人がたくさん行き来するところで また町の人がたくさん出歩くところですそれで夜になるといろいろな夜店が立ち並びました一郎の夜店は一郎のお母さんが出していたものですいろいろな絵はがきや絵本やおもちゃなどを売っていましたところがお母さんが病気になって夜店に出られなくなりましたので 夜店仲間のあるおかみさんにいっときそこを預かってもらっているのでした一郎のお父さんはもう亡くなっていましたその夜店の片端に一郎は自分の貝殻を並べたがりました「お母さんの店だから僕が自分の品物を出しといて監督に行くんだよ」と一郎は言いました。 お母さんは弱々しい咳をしながら頬で笑い目で睨んで言いました生意気なことを言うもんじゃありませんそれでも一郎がしきりに夜店に出たがりますのでお母さんは店を預かっているおかみさんと相談して土曜日と日曜日との晩だけならと許してくれました 一郎は額を叩いて得意になりましたもう一人前の大人になった気がしましたそして土曜日の晩と日曜日の晩夜店の片端に多くの貝殻を並べてそこに頑張っていましたその貝殻というのは船乗りをしているおじさんからもらったものでした 一郎は小さい時から外を遊び歩くのが好きでめんこやベーゴマの遊びなどにふけってお母さんにたびたび小言を言われましたそれから船乗りをしているおじさんの話を聞き珊瑚礁のことや貝殻ばかりの浜辺のことなどを聞いてからはめんこやベーゴマよりもいろいろな貝殻を集めるのが面白くなりました おじさんは南洋方面へ行く貨物船に乗り込んでいましたので、一郎に頼まれると様々な貝殻を持ってきてくれました。平たいのや、丸いのや、尖ったのや、大きいのや、小さいのや、白いのや、赤いのや、青いのや、緑のや、いろんな模様の入っているのや、実に様々なものでした。 一郎はそれらを眺めて世界各地の海のことを想像するのでしたその貝殻がもし売れてしまっても代わりの貝殻はまだたくさんおじさんに頼んであるのです土曜日の晩と日曜日の晩 一郎は店を預かっているおばさんの横に小さな腰掛けに座って本を読むふうをしながら貝殻を買うお客を待ちましたけれど誰も声をかけてくれるものはありませんでしたおばさんの方の絵はがきやおもちゃはよく売れましたおばさんは店を片付けながら言いました いっちゃんの大事な貝殻だものねやたらに売らない方がいいよ一郎は腕を組んで顔をしかめました次の土曜日と日曜日も同じことでしたぞろぞろ通る人はたくさんあっても一郎の貝殻に手を出す客はありませんでした 洋服を着た二人連れの小さな娘がちょっと貝殻の前に立ち止まりましたので一郎は言いました「内容から来た貝殻だよ一つずつあげよう」そして大きな貝殻を取って差し出しましたが二人の娘はもう向こうへ逃げていきましたおばさんは笑って言いました「いっちゃんの大事な貝殻だからね」 そうやけけななことをしちゃいけないよ貝殻が少しも売れないのを一郎は憤慨しました世界の四方の海洋から来たさまざまな貝殻美しい色や模様に輝いている貝殻じっと見ていると勇ましい波やきれいな砂浜が目に浮かんでくる貝殻それが一つも売れなくて おもちゃや絵はがきばかり売れるのはどうしたことだろう土曜日の午後一郎は考え込んで丘の方をぶらつきました日の光が晴れやかに降り注いでいて港から沖合まで青々とした海が見渡されました港の中には多くの船が 大きいのや小さいのや白いのや黒いのや煙突から煙を出しているのやら出していないのやらあちこちに浮かんでいましたその方を眺めながら一郎はぼんやり歩いていますとそこの木の下に画家を据えて絵を描いている人がありました。山川さんでした 山川さんは大人たちの間では変わり者だという評判でしたが子どもたちにとっては一緒によく遊んでくれる面白い人でした一郎のお母さんがまだ独身でいる山川さんの着物の仕立て直しなどを頼まれていましたので一郎もよく山川さんを知っていました一郎は山川さんのところへ行ってお辞儀をしました 山川さんは「やあ」といった調子で絵筆を置いてたばこに火をつけました「散歩かね?」。一郎はそう聞かれてちょっと変な気がして目をパチクリさせました山川さんはたばこを吸いながら一郎の顔を見ていましたが急に思い出したように言いました「君は何だね?」。 この頃、夜店に出ているそうじゃないかええ時々監督に言ってるんですお母さんが病気でよそのおばさんに任せっきりだから監督は良かったねまあ何にしても結構だ僕は君の友達から聞いて感心したよ夜店にまで出る勇気があるのは立派なことだ人が何と言おうと平気ですがでも なんだね一郎は優しい山川さんの笑顔を見て貝殻が少しも売れないことの不平を打ち明けましたそれを話しているうちになんだか情けなくなってきましたおおばささんんにもも笑笑われるるしお母っっっているようです困っちゃった山川さんはしばらく黙って考えていました。 そして言いましたその貝殻はよく磨いたかねええピカピカ光ってるんですようんそりゃあそうだろうがしかしただ並べただけではだめだねそして山川さんはまたしばらく考えていましたが急に目を輝かして言いました良いことを教えてやろう 貝殻を並べておいてその脇で本なんか読んでいては売れないねこうするんだまずいくつかよく磨いたのを並べておいて少しでいいんだよそしてそこに君は腰掛けて入れ物の中から他の貝殻を一つ取ってせっせと拭いたり磨いたりするんだそうしていると何をしてるかと思って見物人ができてくる。 二人でも三人でも立ち止まるものができればもう閉占めたものだ品物は売れるよ人間というものはね他の人間が何か仕事をして動いているのを見るのが一番好きらしいんだ僕だって経験がある僕の絵なんか見ようともしない人たちでも僕が絵を描いているところに気合わせると長い間立ち止まって見ているからね絵を見るんじゃなくて 絵を描くところが見たいんだね。一郎も山川さんが絵を描いているのを見るのが面白くて、長い間見ていたことがありました。それを思い出して一郎は頭を描きました。君のことを言ってるんじゃないよ。人間ってそうしたものさ。だから君はその夜店で貝殻をせっせと磨くんだね。そうすれば見物人ができる。 見物人ができれば品物も自然に売れる。どうだね。やってみるかね。やりましょう。うん。それに道具だてもなるべく人目につくものがいい。僕のところに来たまえ、良いものを貸してあげよう。山川さんは画家を片付け始めました。もうよろしいんですか、その絵は。何こんなものはいいのさ。 君の気性が僕は気に入った。手伝ってあげるよ。そして、イチローは山川さんの家に一緒について行きました。その晩、イチローは元気に読みせえ、出かけて行きました。そして、山川さんから教わった通りにやってみました。 おもちゃや絵本や絵はがきがたくさん揃っている屋台店の片端に一郎はもったいぶって腰掛けに座り、前にはきれいな貝殻を等ばかりほどよく並べ、脇に貝殻の入っている箱を置きました。その箱から一郎は手ごろな貝殻を一つ取り出して、それを年入りに磨きにかかりました。 まず柔らかい毛の大きなハケで何度もこすり次に白い粉をふりかけそれを白ネルの切れで拭きそれからまた白い粉をふりかけたりハケでこすったりして最後に赤いラシャで拭き清めるのですそんなことをごくゆっくりと宝石かなんかを取り扱うようにやるのです そして磨き上げられた貝殻は灯火の下で全く宝石のように光り輝いて見えました一郎がそんなことをしていますと二人三人と立ち止まって見物するものができましたついには子供たちを交えて大勢のものが立ち止まるようになりました山川さんの言った通りでした 人々は貝殻よりも貝殻を磨いている一郎に興味を覚えたのでしょうそして見物しているうちについ貝殻を買う気になりました子どもたちはことに欲しがりましたそのようにして貝殻がたくさん売れました一郎がそこで磨き上げるのが間に合わないほどでありました そばのおばさんはびっくりしていました店をしまうとき首をかしげながら一郎にささやきましたいっちゃんどこでそんな知恵を仕入れてきたのまったくねえ品物を仕入れることよりか知恵を仕入れることだね一郎はただにこにこしていましただが一郎は心配になりました こんなに売れたら貝殻がすぐなくなりそうでおじさんが今度新たに持ってきてくれるまで持ちこたえられそうもありません翌日一郎は山川さんのところに報告方々相談に行きました「おばさんはびっくりしましたよ」「お母さんはまた涙を流して喜んでくれましたよ」「だけど品物がなくなったらどうしましょう」 山川さんは愉快そうに笑いました心配するなよおじさんが貝殻を持ってきてくれるだろうし僕も木彫りの動物かなんか他の品物をこしらえてあげようとにかく一郎の店はただ売るだけでなくて仕事もしてみせる店だとその覚悟であるんだな一郎ははっきり分かって 決心の微笑を浮かべながらうなずきました豊島よしお一郎の店朗読は寺島直正でした